プロボクシング WBC、WBO 世界スーパーバンタム級王者井上尚弥、30=大橋、WBA スーパー、IBF 世界同級王者マーロン・タパレス、31=フィリピンの4団体王座統一戦の12月開催実現へ、両陣営が交渉を開始する。タパレスの母国フィリピンのデイリートリビューン紙によると、タパレス陣営が今週から米ラスベガスで井上陣営との交渉を始めると伝えた。タパレス陣営は MP プロモーションのショーン・ギボンズ氏が交渉窓口となり、米プロモート大手トップランク社で交渉が行われる予定となっている。7月25日、東京有明アリーナで開催された井上スティーブン・フルトン戦をリングサイドで視察したトップランク社のボブ・アラム CEO91 も出席する可能性が高いと報じた。ギボンズ氏は同氏に対し、具体的な日程は未定としたものの、日本で12月に行われるだろうと語った。会場は5万5000人収容の東京ドームが候補の一つに上がっていると報道。まだ両陣営の交渉は合意に至っていないものの、タパレス本人は井上戦に向けてトレーニングを開始しており、交渉合意を確信しているという。記事にありますが、もし東京ドーム開催が叶うとすれば、これまで試合を行ったどの会場規模よりはるかに大きい会場になります。集客実数は不明ですが、これまでの会場キャパは有明アリーナ、バトラー、フルトン戦で1万5000人、埼玉スーパーアリーナ、ドネア1、2戦目が3万7000人です。対して東京ドームの5万5000人となると、中継でも人の多さが目立つレベルでしょう。ファイトマネーも億円単位と軽量級では考えられない金額で、たった一人のまさにモンスターボクサーの1試合でこれだけの人とお金が動くことが見込まれているなんて、つくづく我々はすごい選手と同じ時代を生きているのだなと実感します。長年井上を追いかけているが、現地観戦は一度もない。東京ドームならチケットも取れそうだし、行きたいんだけどな。相手がタパレスということで、フルトンの時よりも盛り上がりは控えめだろうし。とはいえ、今やボクシングファン以外からも知られているだけに、4団体統一戦ということがあるから、またすごい盛り上がりを見せるのだろうか。どう考えても、生きている間にこれ以上のボクサーは出てこないわけだから、一度は生観戦しておきたいね。タパレスの井上戦一発の報酬は、タパレスにとっては細々とした防衛戦を熟して得た引退までの累計より全然多いでしょう。2階級目の4団体統一で、さらに世界中の有料配信でも放映されるでしょうから、動く金額も夢があります。白井義雄 VS ダド・マリノ以来の軽量級の東京ドーム決戦、当時は後楽園球場、実現すると良いですね。前座も豪華なタイトルマッチと8回戦以上に絞ってほしいぞ。日本開催の井上戦、スーパーバンタム級において他の選手とやるのとでは億単位でファイトマネーが異なり、圧倒的に抜きんでている規模のため、プロモーターが井上戦を何より優先するようになった。バンタム級の最後あたりでもそうだったが、フルトン戦でさらに規模が跳ね上がった。今後も井上に匹敵する実力、金を持つ選手のいないフェザー級でも井上戦優先の状態が続くはず。個人的にはもっとアメリカで試合をしてほしい。日本開催の方が儲かるのだろうけど、日本ばかりで試合をしていたら日本から外に出ない王者とも批判されかねないし、本場で KO 勝ちを重ねてアメリカ人のファンを驚かせてほしい。年間2試合、日本とアメリカで1試合ずつやるのがベストだと思う。
で、デイビスなりクロフォード、マイク・タイソンなんかが見に来てくれたら飛躍的に注目度も上がりそう。